あ、行ってきます。おお。自然の中をペダルを漕いで全力疾走。全長200メートルの芝生のコースでペダルゴーカートが楽しめるのは、丹波篠山市にある山森サーキットです。グラウンドゴルフ場だった芝生広場を整備し、キャンプ場として先月20日にオープンしました。ペットと一緒に泊まれる区画をはじめ、テントから調理器具まで全てが揃った手ぶらで楽しめるコース、そして日帰りプランまで、誰もがキャンプをエンジョイできる施設になっています。さらに、土曜日にイタリアンバーベキューというイベントを開催しておりまして、初めての方でも結構使いにくい調理器具とかあると思うんですけども、丸鶏などを料理できる、レッスンというのを開催しております。はい、なんかできたばっかりで、はい、すごく良さそうやったんで、はい、来てみようという話になって。なるほど。めちゃめちゃ綺麗で、はい、芝生もすごい青々としててすごく良さそうやなと思っています。こちらは受付でもらえる探検ブックです。キャンプ場周辺は自然がいっぱい。植物や生き物を見つけながら冒険するのもこの場所ならではの楽しみ方です。まあ、夏場でしたらカブトムシとかクワガタもたくさん寄ってきますので、男の子なんかは大変喜んでいただけるかなと思います。外で思いっきり遊んだ後は、キャンプ場の隣にある温泉施設でほっこりと。海水の 1.5 倍の塩分を含んだ天然温泉が疲れた心と体にじんわり染み渡ります。健康的に汗をかきたいという人にはかま風呂もおすすめです。宿泊料金は一区画1泊5000円から。魅力が山盛り詰まったキャンプ場で夏休みの思い出をぜひ作ってみてはいかがでしょうか。